どうも、ブルーンビューティーバーの小西宏之です。今回のご相談は30代女性の方です。雪遊びさせてた3歳と2歳の子供がいるんですけど、主人に雪はあんまり頭にかからない方がいいよと言われました。なんでって聞いても、詳しくはわからないって言われてもやっとしてます。実際どうなんでしょうかとのことですね。 うん雪はそんな問題ないですよ悪い影響みたいなのはないしうん可能性があるとしたらその雪が頭にかぶりまくってずっと外に行ってそのまま溶けてきて頭が濡れてで濡れたまま時間が経つとその頭皮は雑菌とかが繁殖しやすい環境にはなるから。 それであの「頭皮に負担だよ」みたいな言い分ぐらいかなそれでもねだいたい雪遊びそんな長時間やらない気もするし降り積もってる中ねなんか子供ならニット帽とかもかぶる気もするしまあその時はかぶってなかったんでしょうねそう言われたってことはうーん大丈夫ですよそんななんか雪が髪にとか頭皮に悪いってことはないので そこはあのねえその23時間ずーっと遊んでてならあれですけどまあちょっとなら全然何も問題ないのでご安心くださいはいじゃあこういった形で何か相談したい方いらっしゃればできれば年代や性別も書いて気軽にコメントしてみてくださいそれではブルーンビューティーバーの小西ろゆきでした